なんかコメントでコリコリさんと喧嘩してるみたいなのがいっぱい来てるんですけど、喧嘩してるんですか？喧嘩してないです。あ、そうなんですかか。昔ちょっとなんか言われたりとかしてたの はで、あ、なんかそれへについては言ってるのかなと思うんですけど、何も喧嘩してないです。え。でも YouTuber 同士で喧嘩をする人としない人に分かれますよね。なんか、ヒカそキうンですさんとか一ね。切喧嘩しないじゃないですか。確かに。で、なんか僕とかちょこちょこいろんな人と揉めてるんですけど、揉めてる派でやった方がいいのか、揉めない派でやった方がいいのかっていうのって、エミリンさん的には多少揉めてもいい派ですか？それが盛り上がるとか、結果的にそのコンテンツとして面白い揉め方ならいいかなと思うんですけど、本当に裏のゴタゴタみたいなやつとかはもう裏でやった方がいいのかなって思います。あ、じゃあコムドットさんみたいな揉め方はどうかなみたいな。いやいや、私は何も言ってないです。 何も言ってないですね、一切。はいじゃないですよ。私、まあでやっぱも、ひろゆきさんはキャラクター的にやっぱ何は言ってももう OK みたいなキャラクターじゃないですか。い。私は全然そんなことないんで、基本、もうお嬢様キャラとしてやってらっしゃる。そんなことはないんですけれども、いや、なんだろうな。